まあ、非常に残念な結果に終わったというふうに思ってます。まあ、隙を突かれて1点という流れで、やっぱりそのメンバーが少し変えざるを得なかった中での修正がなかなか中でできなかったということが非常に残念かなというふうに思います。まあ、1点は仕方ないので、そこから今いろんなあの負のそういうスパイラルからなかなかそれが、メンタルも含めて抜け出せないというのが少しあるのかなというふうに思います。ただあのケンユーのフォワードを含めていい部分もあったので、フォワードを下向かずにいいところを全面に出してですね、次からまたやっていくということが大切かなというふうに思ってます。以上です。はい。